ギフト。宮崎で活躍する人々にライフワークを通じて受け取ったギフト、贈りたいギフトを問うてみる。ライフワークイン宮崎ギフト。プレゼンテッドバイカラメン屋増本。有限会社ケイズプランニング代表取締役山下圭一郎です。当社は不動産業を中心として営んでおります。特にオンリーワンの仕事をですね、させていただきながら、お客様と一対一になってお客様の思いをそのままお伝えするような仕事をしております。ケイズプランニング以外にですね、社外顧問業という中で全国で約20社ほど、特に経営者のリスク、トラブル、ネゴシエーション、このカテゴリーの中でアウトプット経営というところの理念の中で携わっています。まあ、お客様、個人法人関わりなくその方々のニーズに合ったものを提供するっていうのがうちの強みでしょうか。私がそのサラリーマン時代に体を悪くしまして2つ選択肢がありました。1つはもう1回そういった不動産会社で勤めるっていうところの中でヘッドハンティングをいただいた部分と、もう一つは自分で開業するっていうところの中で、2社選択の中で私は父親も家族も身内も全て商売人だったものですから、20代で会社の社長になるっていうのがなんかかっこいい感じだったんで始めたのがきっかけですね。そうですね、やっぱり妻からの言葉でしょうかね。18年前にですね、もう、会社も立ち行かなくなった時に一旦人生をリセットしようと思ったんですね。その時に妻に対して、別れてくれと、話した時に、理由を聞かせてくれと言われました。その時に最終的に全ての今までの理由を話した時に妻が言った一言が、大したことないよねと。じゃあもう一回、作り直せばいいじゃないかっていうところを言われましたね。そうですね、今でももう痛烈に思ってますけど、なんで早く言わなかったんかなと思いましたね。男性っていうなんかこうカテゴリーが虚勢を張るものに置き換えてたんじゃないかな。虚勢を張ってろくなことはないと思います。今大学の客員教授をしてるんですけど、その生徒っていうか方々にも話すのは、やりたいことを生きているうちにやって諦めないことを学んでほしいなと。そうですね、僕は若い子だけじゃないと思います、特に私よりも先輩方にも同じこと言えるんじゃないかなって。一番誰に負けたくないのか、イコール自分だと思うんですね。何でもやってみてほしいなと思いますね。それを支えられる自分たちでいたいなと思いますね。1億人を笑顔に、食べる幸せをあなたに。この番組は辛麺屋増本の提供でお送りしました。